はいどうも、皆さんこんにちは。イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちら、みんなでチョイス。皆さんどちらに投票しましたでしょうか僕の視聴者さんはどっちの方が多いんだろうと気になり動画にいたしました。僕はですね、断然かけらチケットの方がいいなと思ってこっちに投票してるんですが、なかなかね、皆さんガチャがお好きだなというところで、ガチャチケットの方が3000票ぐらい上回っている状態となってます。 爆知よりも確実に欠片が手に入った方が嬉しくないかなと思ったんですが、意外とそうでもないみたい。ちなみに欠片の内容はこんな形で、割かしいい内容じゃないかなと個人的には思ってます。例えば、まあ、右上なんかにいるセシル。最近魔法壁ではダントツの輝きを見せてるセシルだったりとか、あとは、まあ中段左上のレナ。 レナなんかは火の威力アップエリアを持ちながら高火力の火属性の召喚魔法が撃てたりとか、まあ、セフィロス、マスクラ解放が来てかなり強力になりました。また、右下から上のラバナスタの少年版。 バンにおいても非属性最強デバッファーといっても遜色ないかなと思うぐらいの性能をしてますと。なので、なかなかいいユニットたちのかけらがもらえる。二突に進められたりとか、完突に早く近づけられるという意味では、確実にね、まあ一体星5っていうか星7か当たったのと同じ感覚じゃないかなと思っているんですが、まあそれよりも、 ガチャりたいというようにわからなくもない、わからなくもない、ザックスを持ってない僕からしたら、ザックスが当たるかもしれない、そっちにかけたい気持ちもわかりますと。まあ、僕は、今回結構、時間がある時とか体力が余っている時は、右側のかけらを集会しているんですが、皆さんはね、どちらを集会しておりますでしょうかぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあ、またね。